ひたすら酒飲んでインスタライブやってたんだけど、もうグーの音も出なくて。Ladies and gentlemen, welcome to North Village. Please welcome the king of IWGP.The youngest actor ever to win Best Actor in Japan's Academy Awards. An actor who's played the role of Kichijiro in Scorsese's masterpiece, Silence. One of the main actors in Netflix London BBC production of Giri Haji. One of Japan's top fashion models, a stage actor.And a reggae DJ, singer in multi-line. A free-willing, free-thinking, rebel actor in the world's film industry. Best-selling author of North Village. No interview, no pain, not even a scratch. One only in the world who can jump off a nine-story building and still survive.He's well known in Japan as the man who can fly! Here's the king! Yosuke Kawazaka! はい、今回はノースビレッジとしてこの人なくしては語れない著者の窪塚洋介さん行っていただきました。こんばんは、こんにちは、おはようございますいつね見てもらっても対応できる感じでやりましたけどもうなんだかんだもう洋介さんと出会ってから10年ぐらい経つんです。1冊目の放浪っていう本の仕事での旅っていうのがまあ一番初めてだったと思うんですけど、ノースピリッチとしても個人的にも出会いとそこからの放浪、放尿、放流、コロナの言葉っていうところで旅を通して、洋介さん通してなんか知ったものとかですごい人生変わったなと思っていて、そのノースビレッジが旅を仕事に、遊びを仕事にっていうようなスタイルができたのも放浪の時のあれがやっぱきっかけだなと思っていて、あのエジプトの旅からノースとしてもスタイルが革新に変わったけど、もともとは遊びを仕事にできれば最高と思っていて、で一個一個のピースを旅を、C 社を、著者と編集の付き合い方とか、何人に一回じゃあ次どこ行くみたいな、そういう話ができる関係性で続いていくっていうのも、そこが結構決め手になったと思うんですよね。でその次放尿でタイに行ったじゃないですか、放浪、放尿、放流、コロナの言葉の中で放浪の時に雄介さんはまだゼロに戻ってないっていう言い方をしてたんですよね、まだ事故のこととかも笑って話せる感じじゃないんだよねって、でそこから2年後タイに行った時にやっとゼロに戻った、今はプラスでもマイナスでもないからちょうどゼロだからどうとでもスタート切れる、でその2年後に今度南米行った時は今が一番いい、でその2年後にコロナの言葉を作った時は真実な道はレッドカーペットにつながっていた、まあ僕はもう旅の時にねがっつり何日も語り合うみたいなタイミングじゃないですか、2年ごとにここまでステージをその先に行ってるっていうのがすげえなーって思っていて、今も俺は今この瞬間が一番最高ってなってて、2年前4年前にまあもう最高って言ってたよりもより最高になってるっていうか、まあ過去にいろんなことはあれど起こった出来事は変えられないけど、それに対して自分が持ってるイメージっていうのは変えられるなと思う。例えば俺がマンションから起こったことをこうやきもきしたり這い上がんなきゃみたいに思ってた時代っていうのは確かにあったけど、それがだん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 なくなってきて、マーティン・スコセッシのサイレンスの完成披露試写会があった日の朝、新大阪から新幹線に乗って東京に向かったんだけど、関ヶ原の辺ってすげえ平野でさ、見通しのいい見渡せる場所があるんだけど、そこが一面銀世界で真っ白なのね。それを見た時に、ああ新しいステージ今日から始まるわってな、それこそ新しいフェーズ、新しいステージに入ったっていうのがすごい体感としてあったんだけど、そうなると
ああ本当今俺生きててよかったってなるじゃん、うん、マンションから落っこったってことが落っこっちゃったじゃなくて、うん、あ落っこちれたみたいな。なるほどね。落っこってよかったみたいな、うん、だってあれがなかったら俺今ここにいねえもんなってなると、うんうん、オールオッケーになるっていうか、はいはいはい、過去がでその力ってやっぱすごくいいなと思う。ってことはこの感じで常に今が最高だっていられるように生きていけば、うん、あらゆることを乗り越えていけるし、うん、一見嫌なことも例えば風邪をひくこともコロナ騒動戦争すらも起こるべくして起こってて自分を成長させてくれるために次のステージへのパスポートを渡されてる、うん、それを自分の考え方とか価値観であパスポートって思うかもうマジで最悪だって思うかによって、うん、もう未来の角度がマジで違うっていうか、うん、だからなんか常にもう最高バッチリでいいねいいのもうそれだから良くなるために起こってるからっていうつもりで生きていきたいなっていうのはすごい思ってて、うん、そういう人たちをこう目の当たりにして確信してるというか、うんうんうん、絶対に間違いない宇宙の真実だと思ってるから、うん、どうですかその独立して自分の事務所ってなって変わったりしました、うん、もうお金にはすごい感謝するようになったし圧倒的になんかお金の価値観が変わったのが、まあ、ある人に言われたことで俺と同じようなことを言うし表現してる人なんだけどなんであなたはそんなにお金持つって俺こんな金ないんすかねって言ったらえお金のことどう思ってんのって言われてで昔から同じように答えてたんだけどいやまあ別に俺お金なくても幸せなんでって言ったらあそれねって言われてあじゃあお金があったら不幸せなんだって言われてあいや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 まあそういうわけじゃないけどえじゃあなんでお金があってもなくても幸せみたいな言い方するの、うんうん、お金ってあった方が幸せじゃないって言われて、うん、もうグーの音も出なくて、うん、確かにそうじゃんこの社会に生きてんならお金があれば俺だけじゃなくて家族仲間までみんな幸せにできるしそうだよなってなって一番抜本的なところに蓋してるって言われて、うん、でそんな蓋してたら入ってこないし何の罪もないお金に罪を着せてないみたいななんかちょっと汚いものみたいな扱ってないって言って包丁と一緒だから包丁渡す時に子供にね教える時にこれで美味しいご飯が作れるよ渡すのかこれで人が殺せるよって渡すのかで、うん、その道具の意味が変わるでしょ。そうですね。お金も一緒だから人を幸せにするために自分が幸せになるために持ってるもので道具だからっつって、うん、ゴールじゃないからお金をもうとにかくたくさん稼ぎたいんですっていうことじゃなくってそのお金があればこんなことができるとか、うん、こんな人たちを幸せにできるっていう感覚でしたら本当そう思ってからちょうど独立する頃だったけどちゃんとお金が回るような本当そういうもんなんだなと思ってだからお金さんみたいなそういう風に扱うというか支払いとかする時もありがとう今日今こんなに楽しい時間に変わったとかそういう風に使うようになったらお金が仲間連れて帰ってくるからって言われてでも確かになんかそういう感じすんなみたいなだからこのコロナのタイミングでマジで俺3ヶ月ちょっと1秒も仕事しなかったのほう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 ひたすら酒飲んでインスタライブやってたんだけどこれ俺仕事かなっていうぐらい8時間やってたとかもともと水商売みたいなとこあるから仕事が入ってなきゃ何もないみたいなもんだけどそういう時にも、まあ、自分自身がブレずに自分らしくいられるのが、まあ、そういうおかげもあるなと思って、うん、その仲間家族お金で趣味とかさそれだけでこう豊かにブレずにまっすぐ進んでいけるんだなと思うと、うん、ピンチはチャンスというか、うんまあ、社会的にピンチっぽい雰囲気出されてるけど、うん、これを逆手にとってまたチャンスに変えるっていう風にしてる人たちはいっぱいいるだろうし、うん、実際にこのコロナで金がね入ってきてる人たちもいっぱいいるわけだから、うん、それはもう捉えようだったり、うん、気の持ちようだったりするからコロナ期の収穫みたいなのはそういう話が出てきますよね。個人個人で、そうだよね。コロナがあったおかげで、うんうん、こうなったとか、なんかこう人として男としてお父さんとしていろんなこう試される瞬間っていうのはいっぱいあると思うけど、うん、なんか常にフラットに常に一番大事なことを、見逃さないようにというか捕まえてられるようにしたいなと思って、うんこの間生まれて初めてアマと3歳の娘を USJ 連れてったのよ、うん、
人少ないからとか言ってバリバリいたんだけど、ほんで回っててさ、初めての遊園地でまあなんかミニオンの乗り物乗ろうとか言ってたんだけど、アマと膝の上に乗せてシートベルトでしようとして、あ、お父さんこっち下ろしてください子供って言われて、あー分かりましたって言ったら、アマとが超嫌がっちゃって、もういやーとか言って、もうパパの膝がいいってなっちゃって、でもうアマ大丈夫大丈夫とか言ってたけど、もういやーとかなってこんなになっちゃったから、あらららららって言ってたら、うちの奥さんがもうアマととか言って、もうそのぐらい我慢してっていう風になった時に、俺がはーってなって、あ、いやいやいやつって、じゃあ降りよ降りよつって、で降りて、うん、もうちょっとふーんとかなってるからさ、これアマトの生まれて初めての遊園地じゃんつって、でも多分怖いんだと思うんだ、こんなんでも、うん、この子は今これ怖いと、それを俺らが無理くそ大丈夫だとか言って乗せたことによって、遊園地とかミニオンとか全部嫌いになっちゃうかもしれないから、もう今日は散歩ってことで、ちょっと高い散歩してるぐらいの感じでいいんじゃないって言って、うん、あ、そうだねってなって、うんうん、ちょっと考え方を変えて回ろうってなったんだけど、うん、なんかそれもある意味俺ら的にはそのちっちゃいピンチ、うん、これを最大限よくチャンスにするっていう風に、こうクールにフラットに考えるっていうのをずっとそういう風にいるから、うん、その瞬間にもそういう答えが出せたのかなと思って、うんうん、そうですよね、うん、0歳から8歳までと8歳から80歳までが確か同じ体感の長さなの。だから子供時代の8年ってその後の72年間と体感が一緒なんだって、うんうん、へえ、確かにちっちゃい時の方が長く感じましたもんね。 でしょ。でなんかいろんなことが初めてだったり、あといろんなことを待ってた、誕生日まだかなとか、そうです、ね、クリスマスまだかなと、うん、俺らもう待たないじゃん、むしろちょっと追いかけられてるみたいなそうですね、そっから逃げるみたいなぐらいのスピード感で生きてるから、うん、俺らはどん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 速くなってるけど、うん、もし今俺らが待てるようになったら多分結構長く感じれると思うんだよ。でも割と追い立てられてるから短いんだけど、子供時代の特に3歳とかの子たちの気持ちになってみるっていうのも自分らにも気づきがあるし、実りのあることがたくさんあるんじゃないかなと思って、うんうん、なんか昔三代目歌劇浜田修行さんに、この1年あっという間だったろって言われて、こっちはそれをポジティブに捉えて、そうですね、あっという間でしたね、ここ最近ずっとそうなんちゃうとか、そうですね、時間過ぎるの早いですねっていうふうに言ったら、昨日と同じような今日を過ごしてるからで、新しいものを見たり感じたりやったりとかをしていないからだって、うん、新しいものだらけで過ごすと時間ってめっちゃ長いと、うん、でも同じことの繰り返しにするとあっという間、こうああなるほどなっていう。俺もなんか子供の頃さ、毎日違うことをする仕事がしたいって思ってて、うちの親父がサラリーマンだったからサラリーマンをディスる気もないんだけど、俺は毎日同じ会社に行って毎日同じような仕事をして、内容はまあ違うんだろうけど、それは俺多分無理だわこの人生ではっていうのをすごいちっちゃい頃から直感してて、そういうのもあって芸能界っていうのに興味があったり、きっと毎日違う人生で一度たりとも同じ波は ない、うん、でサーファーの人とか一本も同じ波なんてないっていう、うん、あれってでも朝起きて海に行って波に乗るっていうルーティーンは一緒じゃん、うん、でも俺らの仕事ってもうちょっと違うっていうかさ、今日は取材だけど初めましての人たちとか、うんうん、今日からこの映画とか、同じようなことをやってそうなんだけど割とバリエーションが豊かな仕事で、だからそう思うと毎日を新鮮な気持ちで生きるっていうのをしやすいところにいるんだろうなとは思う、うんうん、でそれはすごく大事なことなんだと思う、うん、やりたいことがあるやつには時間ってたっぷりあって、うん、でやりたいことがないやつには時間がないって、あやべえもう夕方だとかさ、あれもう今日一日終わっちゃったとかさ、うん、何にもやってねえやんみたいなそれずっと続けてるやつは一生がその感覚になるっていうかさ、うん、なんかやってる時の方が時間が間延びしてくれるっていうかさ、うんうん、なんか矛盾してるようなんだけど、やることがいっぱいあるから時間がなくなるような気がするけど、うん、実はその方が時間を体感して、うん、時間がたくさんあるように感じて、うん、何もしねえでとかやってる方が、うん、あっという間に、そうです、ね、目指してる次のステージとかライフスタイルって何かあったりしますか？その映画、役者っていうのと音楽とか、まあ、それ以外の表現って俺にとっては武器なのね、うん、
何の武器かっていうと、世の中をちょっとでも良くするための武器、うん、もちろんそこでこう役者としてっていう世界観はあるんだけど、うん、同じ根っこにこうつながってきてて、うん、でそれはちょっとでもいい今を、ちょっとでもいい明日をみんなで過ごすために自分ができることは何かないかみたいな思いが結構あって、最近インスタライブで酒飲んで集大さらしたりしてんだけど、昨日とかも取材何本かやったけど超見てくれてて、みんなすげえ楽しみにしてますみたいな、いやお恥ずかしいとか言いながら やり取りしてんだけど、すごいこうさ、時代がさ窮屈でさ閉塞感があるとかみんな言っててさ、俺はあんま感じてないけど、暗いとか重いとか、ただでさえ病は気からなのにさ、コロナがやべえって言いながらみんなですげえ足の引っ張り合いをしてさ、なんか空気悪くしてるみたいなのを見てて、自分の世界、自分の手の届く目に見える世界が幸せになっていったらいいやと思ってたんだけど、コロナきっかけみたいになっちゃって、なんかできることねえかなと思って、うん、インスタライブをやってんのね、うん、やり続けるかどうかは分かんないんだけど、コロナにやられちゃってる時代に風穴とりあえず一発ぐらい開けといて、そっから少しでも空気入ってたら助かる人だったり楽になる人とかがいるんじゃねえかなと思って、で案の定なんかそういう声をすごく言ってもらえて、叩かれてもいるけど、もうそんなのセンサーぶっ壊れちゃってるから、まあそういうのも含め、なんか俺らの仕事ってそういうの言っちゃダメみたいなさ、暗黙の了解みたいなさあるから、昔は知らんがなとか言って言いたいことは言うとか言ってたけど、まあでももうわざわざで矢面に立ってそんなこと言わなくてもいいかなって思ってた時期もちょっとあったんだけど、またコロナちゃんにくすぐられちゃって言っちゃったっていう、まあ、インスタライブという新しいおもちゃを手にしてそれによってっていうとこもありますよね。確かに40超えてお袋に怒られるみたいな。なんかもう僕の中では、あこういう本できたらいいなっていうのが結構あるんですよ、うんうん、なんか陽介さんのインタビューを見た時に、昔はその攻略法みたいのを探してて、今なんとなく一つ一つそういったものが詰まってはきていて、うんうんうん、例えばこういうふうに行きたいとかこうしたいっていうのも、陽介さんのやり方をみんながやって同じようになれるわけじゃないじゃないですか、うん、こうやれば正解ですというのはないと思うんですけど、でも確実にそこにヒントはあるじゃないですか、うんうんうん、だからそういう意味では攻略本みたいな形っていうのはすごい面白いな、うん、あタイトルとかも含めね、そうですね、うんうんうん、まあ、例えばファッションとか含め、うんうんうん、まあ、仕事とかそういうの含めて大善みたいな、陽介さんの脳みそ大善みたいな形で、うんうんうん、それはすごい読んでみたいな、そういうをね、なんかミクロネシアで作れるのが面白いな。ノースピリッチ。ということでね、来たぞと陽平くん、マイメンですけれども、ちょっとびっくりするぐらい面白かったし、力ももらったし、自分のね子供にも勧めて、今読ましてるんですけれども、これから大人になる、まあ、子供になる、人たちがみんな読んで、大きくなれたら素敵なかわかんないですけどね、ややこしい可能性もありますけれども、いい世の中になるんじゃないかなと思ってます。夢を諦めることを諦めた男の話、おすすめです。
Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always welcome on the wild side.